湯ひそ駅は、群馬県利根郡水上町指びそにある、東日本旅客鉄道上越線の駅である。本説では、現駅の所在地付近に、かつて存在した大穴刈り城工場、荒湯ひそ信号場、旧駅跡地に設置されていた北湯ひそ信号場についても述べる。地上駅であるが、ホームは上下線で別である。上りホームは、駅舎より一段高い築堤場にある。 短式ホーム一面移線で、駅舎とは階段で連絡している。上りホームからは北側には、ループ線の一部が望めるほか、高崎方先端付近が新清水トンネルの入り口と並んでいる。下りホームは、新清水トンネル内に入って、すぐの場所にある短式一面移線で、駅舎とは、上り線の築堤をくぐる。地下通路で連絡しており、階段はない。 水上駅管理の無人駅。旧駅舎は2009年10月に解体撤去され、現在は打ち放しコンクリートの駅舎となっている。旧駅舎はスキー場のロッジのようなデザインで、駅舎内には天井からシャンデリア風の蛍光灯照明が吊るされた、コンコースやコインロッカー、出札窓口、手、小荷物窓口、待合室などがあった。無人化されて久しく、末期には、 待合室は閉鎖されたままになっていた。案内状の乗り場番号は設定されていない。旧駅は、島式ホーム一面二線の構造で、信号浄化後は、旧上り線を副本線とし、上り列車の追い抜きが可能な構造としていた。駅舎は、駅前広場と線路の間の急斜面の中原に、張り付くような形で設けられ、駅前広場から、駅舎、ホームへはまず、 上屋付きの狭く長い階段を通り、駅舎を経て、地中の階段を通って、ホームに上がる構造になっていた。ホームと駅舎の連絡にはエレベーターを用いていた時期も、あった。跡地は、現在も、河川柱の幅が広くなっているほか、階段も減損しており、保線作業用の通路として、利用されている。群馬県統経年間によると、1日の、平均乗車人員は、以下の通りである。 駅前には、郵便局や、企業の保養施設などいくつかの建物しかないが、国道291号線をと根川の、支流湯ひ川に沿って北上すると、湯ひ温泉の温泉街がある。ありがとうございます。